皆さんこんにちは、ハピボーインチャンネルです。イエイ！今日はスクイーズを作っていきたいと思います。それはすみっこ暮らしのトカゲになります。イエーイ！用意するものはハサミとスポンジになります。このスポンジはダイソーで購入した低反発枕になります。こんな感じでママに形だけ描いてもらいました。早速切っていきます。うまく切れるかな。上手にできたらいいんだけどね。では今からさゆちゃんがトカゲを作ってる途中で、ママはすみっこ暮らしのとんかつを作ってみたいと思います。しゅうちゃんはもっとどうした？そこでーす。しゅうちゃんはスポンジで遊んでます。横で。では切っていきましょう。まずこのスポンジにとんかつの絵を簡単に描いていきたいと思います。しのちゃんもとんかつを作るそうです。だいたいこんな感じで形を作ったらハサミを入れていきます。難しいよね。こんな感じでいびつなスポンジですが、これを切っていきたいと思います。さゆちゃんぐらいに切ればいいでしょう。最初はね、最初はこからは少しずつ、どうですか、しのちゃん？難しい。こちらさゆちゃん真剣ですはい、では頑張って切っていこう。頑張って切らおう。なんかちょっと疲れてきた。はい、さゆちゃん疲れてきたそうです。しのちゃんだよ。さゆちゃんだよ。これとさゆちゃんのとママのがちょっと大きさがほら出てきた。本当だ、早い。エビみたい。ママはやっぱり早いよ。とんかつも多分さゆちゃんが作ってるトカゲも前から見ると形は似てるんだよね。形は似てるからこんな感じで立てれば、あとは色を塗ってどう似せるかかなと思うよ。コツはこのハサミを寝かせて少しずつ切る。こんな感じ？そう。さゆちゃんは今何をしてますか？トカゲの背中についてる、なんだろう、トゲトゲみたいなものを作ってます。そしてこれはさゆちゃんの切ったスポンジなんですが、ちょっとだけボコボコしているので手直しをしてます。しのちゃんはこんな感じで立つようにしてます。しのちゃんは今ペンで。はい、落書き中です。ね、しんちゃんはね、今ね、ラーメン作ってるそうです。はい、さゆちゃんがここまでトカゲだっけ？トカゲ。さゆちゃんがここまでトカゲの後ろ部分の背中ができました。このペンの部分を次は切っていきます。次はエビフライを作ってます。できた。エビフライはちょっと難しくて、上にエビの尻尾みたいなのがあるので、こんな感じでうさぎさんみたくなってます。しのちゃんはこれは色を塗ってハサミで切ったのかな。テーブルをね、これね、趣味で、見てて、そうやって切っていくの。少しずつ切るんだよ。エビフライなんかどんどんちっちゃくなってきちゃった気がする。ほら、やばい。さやちゃんのはどんな感じですか？こんな感じです。はい、さやちゃんのはこんな感じ。ママのはこんな感じです。そしてこれがなんだっけ？エビフライ。エビフライの尻尾。エビフライの尻尾ととんかつとトカゲに切れました。これから次はジョイントフォークで色をつけていきたいと思います。